リカちゃん、サトコは？なんだよそれは。児童相談所ならサトコを救えるんじゃなかったのか。サトコは嘘の通報電話をしたことがあるから、ちゃんとした証拠がないと。サトコに虐待の痕跡が残るまで放置しろってのか。そうは言ってないよ。ただ慎重に。何ひよってるんです。シオン、あんたなんで。お姉はサトコを見殺しにする気ですか。すぐに行動を起こさなきゃダメです。私もシーちゃんやケイイチ君と同じ意見。様子を見ようなんて絶対思わない。何ができるのかを考えなくちゃ。何かってなんだ。また児童相談所に通報することか。そんな回りくどいこと必要ないでしょ。待ち伏せしておじをぶっ殺してやればいい。そんなのダメ。しーちゃん、それは正しいことじゃない。最善手なんかじゃないの。じゃあどうやって助ければいいんです。私、サトコを頼むって言われた。何かあったらサトシ君に顔向けできないよ。落ち着きなよシオン。お姉、その先本家の当主でしょ。本家の力でサトコを助けてよ。分かってるよ。ダム戦争の遺恨があるから見て見ぬふりが本家の鬼ババの方針なんでしょ。あんたたちはサトコを見殺しにしていけばいい。私は違う。サトコを妹だと家族だと思ってる。じゃあね、殺してくる。さようなら。待ちな。何を邪魔する気ですか。お前が人殺しをしてまで救ったとして、サトコは感謝すると思ってるのか。感謝が欲しいわけじゃないです。それでサトコが幸せになれるなら本望なんですから。違うな。お前は絶対に後悔して自分を呪う。その時になってようやく本当に求めていたことに気がつくんだ。おじを殺すことじゃない、みんなと幸せだった元の世界に戻ることだ。そしてそれは殺人を犯せば台無しになってしまうんだよ。お前が自分を呪うように、サトコも自分のせいでシオンを人殺しにしてしまったとずっと後悔するだろうな。サトコのためだと錯覚して取り返しのつかない間違いを犯すんじゃない。そこまで言うならケイちゃんは何か提案できるんですか。できないでしょ。口先だけで私の邪魔をするな。行かせるわけにはいかない。そうですか、なら同罪だ。